イスタンブールはトルコ最大の都市であり、経済、文化、歴史の中心地、ヨーロッパ有数の世界都市。トルコ語の発音に順じて、イスタンブルと表記される場合もある。イスタンブール CBD の夜景イスタンブールの人口は1410万人を、ヨーシバルカン半島では、最大、ヨーロッパでも最大規模の都市圏の一つで、 イスタンブール地域の人口は世界の大都市の地域人口の上位に含まれている。イスタンブールはトルコに16ある、大都市自治体の一つで5343スクエアキロメーターズの広大なエリアは、イスタンブール県と同一の広がりを持ち、イスタンブールは同県の県とである。同都市はトルコ北西部に位置し、マルマラ海と国海を結ぶ世界でも最も混雑する。 航路の一つである、ボスポラス海峡を挟んで、大陸間にまたがった都市である。地域は、ボスポラス海峡を挟んで、東のアジア側と西のヨーロッパ側両方に広がり、西側の地域は、金閣湾で南北に分かれる。二大陸にまたがる、大都市であり、アジアの最も西にある都市でもある。商業や、歴史の中心は、ヨーロッパ側に広がり、 住民の3分の1はアジア側に居住している。サライブルヌの岬に、紀元前660年にビュザンティオンとして創建され、現在では歴史上最も重要な都市の一つとしてイスタンブールは知られている。330年にコンスタンティノープルとして再建されて、以降およそ16世紀の間、ローマ帝国、ビザンティン、ラテン帝国、 オスマン帝国と四つの帝国の首都であった。1453年にオスマン帝国により都市が征服されコンスタンティノープルの陥落が起こる以前のローマやビザンティンの時代はキリスト教発展の要であったが征服後はイスラム教の中心やオスマンのカリフの中心に変わった。1923年にトルコ共和国がアンカラを新しい首都に制定したが 宮殿や帝国のモスクは今でもイスタンブールの丘に見ることができ、イスタンブールの以前の中心的な役割を想起させる遺産となっている。イスタンブールは歴史上重要なシルクロードに沿った戦略的な場所に位置する。ヨーロッパアナトリア間の鉄道網と国会、地中海を結ぶ唯一の航路がイスタンブールで交わっている。アナトリア中から移住者が イスタンブールやその周辺に集まって居住地が広まり、1950年代以来人口は10倍に増加している。20世紀後半には芸術祭が確立し、その間にインフラが改善され複合的な交通網が整備されていった。欧州文化首都であった2010年にはイスタンブールに約700万人の海外からの 観光客が訪れ、世界で10番が目に最もポピュラーな観光地であった。イスタンブールの最大の呼び物は、今でも残されている歴史の中心で、部分的にユネスコの世界遺産に登録されているが、文化やエンターテインメントの中心は、市内の天然の良好である、ベオール地区の金閣湾周辺に見られる。イスタンブールは、 世界都市とみなされ、多くのトルコの企業やメディアの拠点があり、トルコの国内総生産の4分の1以上を占めている。アメリカのシンクタンクが2017年に発表した総合的な世界都市ランキングにおいて、世界25位の都市と評価された。新しい活力と急速な経済成長にオリンピックを利用することを希望しイスタンブールは2020年夏季オリンピックの 招致活動を行っていた。古代のビュザンティオン、コンスタンティノポリスと同じ町である。最初に知られている都市の名称はビュザンティオン、またはビザンティウムでこの名称は、紀元前660年頃に植民都市を創建したビザスの長元になっている。コンスタンティヌス一世の後、新しいローマ帝国の東の首都を330年に創建し都市は、 コンスタンティヌスの都市を意味するコンスタンティノポリス、コンスタンティノポリスと名付けられ、広く知られる名称となった。ギリシア語では現在、オメガニューシグマタウアルファニュータウヨタニューパイ、ラムダイータと呼ばれている。ラテン語由来の名であるコンスタンティノポリスに基づくが、づりに若干の変化があり、読みも現代ギリシア語のものとなっている。コンスタンティヌスは、 新ローマを意味するネアローマの名称を広めようとしたが、これは広く使われることはなかった。コンスタンティノープルの名称は、西洋ではトルコ共和国が建国されるまで最も広く使われた名称で、オスマン語ではコスタンティニーエ・コーステンティニーエと言い,い、オスマン支配期に主に使われた名称である。それにもかかわらず、オスマン時代の都市を言い表すとき、 コンスタンティノープルコンスタンティノープルを使うことは今では歴史的には間違っていなくても政治的には正しくないとトルコ人によりみなされている19世紀には都市の名称は外国人やトルコ人のいずれかによりいくつかのものが使われていたヨーロッパ人はコンスタンティノープルをしないすべてを対象として言い表すのに使っていたが スタンブールスタンブールの名は、トルコ人により使われており、金閣湾とマルマラ海の間の城壁で囲まれた、半島を言い表していた。ペラペラは、金閣湾とボスポラス海峡の間を言い表すのに、使われていたが、トルコ人は、ベオールを使っており、今日でも使われている。イスラムの街や、イスラムで満たされたを意味するイスラムボルイスラムブルは、 時折、イスタンブールを表す口語として使われ、オスマンが、効果の一部にも刻印されているが、これが、現代の名称であるイスタンブールの前の名称である、ことは誤りで、イスラムボルの以前から存在しており、オスマンやムスリムにより、都市が攻略される以前から用いられていた。イスタンブール・エスタンブルの語源は一説に中世、ギリシャ語の表現である。 イプシロンタウニューパイラムダイオタニューからで、都市で、や、都市に、を意味する。これは当時、イスタンブール周辺部では、唯一の大都市の地位を反映し、現代の人々が近くの都市の中心を、都心ザシティと称するのと同じである。他のものでは、コンスタンティノープルコンスタンティノープルから進化し、第一音説と第三音説が省略されたという見方もある。 現代のトルコ語では、イスタンブールの表記は、エスタンブルで、ドットがついたが使われ、トルコ語のアルファベットでは、ドットのウムが区別される。また英語では、第一音節のに強制が置かれるが、トルコ語では、第二音節のに置かれる。イスタンブールエスタンブルは単独の都市の名称として1930年に、公式に採用された。イスタンブール出身者はエスタンブリューだが英語では、 イスタンブライトエスタンブライトが使われている。ガイウスプリニウスセクンドゥスによれば、ビュザンティオンの最初の名称は、リゴスリゴスであったとされる。これはおそらく、半島近くの後に都市となる場所に位置した、トラキア人の集落の名称かもしれない。ビュザンティオンバキサンティアン、ラテン語化された名称では、ビザンティウムビザンティウムは、紀元前667年に、 メガラからの入植者により創建された。名称自体はトラキア人かイリュリア人に由来すると考えられ、ギリシャ人の入植よりも前に遡る。おそらくトラキア人かイリュリア人の個人名であったビュザスバイジスから来ており、古代ギリシャの伝説ではメガラの入植者のリーダーで都市の名称の由来で創建者である伝説上の王を示している。 ずっと後には、ビュザンティオン・ビザンティウムの名称は、西洋ではその首都であった東ローマ帝国を言い表す名称として一般化した。この使い方を取り入れたのは、ドイツ人の歴史家、ヒエロニウムスウルフで帝国が消滅した一世紀後のことである。帝国が存在した期間、ビュザンティオンの使われ方は帝国そのものよりも、町自体に限られていた。アウグスタ・アントニーナ。 オーガスタ・アントニナの名称は3世紀の短期間、町の名称として使われていた。この名称は、ローマ皇帝、セプティミウス・セウエルスにより、息子のマルクス・アウレリウス・アントニヌス・カエサルにちなんで、命名されている。コンスタンティヌス一世は330年5月11日に、新しいローマ帝国の東の首都を創建する前に、ローマを部分的に、 手本と死街を根本的に立て直すとてつもない、スケールの大きな建設計画を着手した。この機関の名称には、サラヤ、第二のローマを意味する、アルファー、デルタイプシロンウプシロンタウローアルファーミューイータや、ローマを愛するアルマローマラムダミューアルファー、ミューアルファー、ウプシロンゼータアルファーニュータウイオタミューイータ、アルファーミューイータ、東のローマ、 ローマ・コンスタンティノーポリターナなどがあった。新ローマの用法は、ギリシャ人の作家により使われた時には、元のローマとのライバル関係を強調する、特に東西協会の分裂の文脈に向いていった。新ローマは、今でも公式にコンスタンティヌーポリー総主協調の、肩書きの一部である。コンスタンティノープル・コンスタンティノープルの名称は、 コンスタンティヌス一世の名誉からすぐにより、広く知られるようになった。ギリシャ語の語形では、オメガニューシグマタウアルファーニュータウイオタニューパイ、ラムダイオタ、ラテン語の語形では、コンスタンティノポリスであった。最初に公式に使われたのは、テオドシウス二世統治下であったことが実証されている。主要な公式名称として、ビザンティン時代を通して残り、20世紀初期まで、西洋では、 一般的な名称として使われていた。コスタンティニエコーステンティニエの異なった形も含め、オスマン帝国でもトルコ共和国の出現まで使われていた。コンスタンティノープルコンスタンティノープルの他にも、ビザンティンは幅広い名誉ある名称で呼ばれ、都市の女王と呼ばれることもあった。しかし、一般的な話し言葉では、 最も広く使われる言い方は単に都市や都会を意味するポリスパイラムダイオタである。この使われ方は今日でも、交互のギリシャ語やアルメニア語の語法で、後のトルコ名であるイスタンブールの元の一つでもある。現代のトルコ語の名称は、イスタンブールエスタンブルであるが、これは10世紀以来のもので、トルコの転居によれば、表現の幅があるが最初にアルメニア語やアラビア語で、 実証されている。これはギリシャ語の語形、イプシロニオタタウイタニューパイラムダイオタニュー、または、シグマタウイタニューパイラムダイタ、アイスティンバリン、街へ、街で、イプシロンタウニューパイラムダイオタニュー、スチンポリンから取られ、それゆえこれを基本にギリシャ語の用法では単に、都市や、街と呼んでいる。漢詞の一部分や、他の設字のギリシャ語の地名への結合は、オスマンキーゼンでは、 一般的なもので、ナバリノの代わりに、アバリノ、サティネスの代わりアティネスなどがある。似たような例には、現代のトルコの地名でギリシャ語由来のものには、イズミットなどがあり、初期には、イズニクミットイスニックミットで、ニコメディアから、イズニクは、ギリシャのニカやニケア、サムスン、イスタンコには、ギリシャのシマコス島などがある。五島の愛の起こりはこれらの名称の古いギリシャ語の、 語形の一部を、イズマイナスと一緒に反映しているか、部分的に、第二の音挿入により、トルコ語の音素配列構造を成している。エスタンブルは1453年の征服前でさえ、普通の話し言葉では、一般的な名称であったが、オスマンの当局は、コスタンティニエ・コーステンティニエなど、他の名称の公式の使用を特定の状況で、好んでいた。ゆえに、 コーステンティニー家は、高架の鋳造に17世紀後半使われ、19世紀に再び使われている。コスタンティニエ・コーステンティニー家の名称は、イスラム世界で知られるようになった名称である。トルコ人に先立って、コンスタンティノポリスに接触したイスラム教徒たちの書いた、資料では、9世紀にはこの町の名称であった。 これはアラビア語のコンスタンティノープルコンスタンティノープルの語形の翻訳借用でギリシャ語要素のマイナスポリスの代わりにアラビア語でタイの場所を意味する語を最後に当てている。オスマンにより攻略された1453年以降、オスマン帝国では一番使われた公式名称で帝国が崩壊する1923年までのほとんどの期間使われていた。しかしながら、 いくつかの時期に、オスマンの権力者は、他の名称を好んだ。オスマンの役所や裁判所では、コーステンティニー・エ・オビー・マカム、ダル・エス・ソルテント、カスタンティナ・イールズ・エル・ムルーサトゥ・エル・マミーの、ような正式な文書で、元の場所を表現する複雑なやり方の一部として、使っていた。19世紀、トルコの本の印刷では、外国で、コンスタンティノープルを使うのとは、 対照的に使われていたが、同時期にイスタンブールは、公用語の一部として、オスマンの軍隊の交換や、都市の身分の高い行政官の肩書きの一部に、使われていた。イスタンブールエスタンブルや、同じ名称の他のいくつかの異なった、表現の名称も幅広くオスマンの文学や詩で、使われた。1923年のトルコ共和国の建国語は、 イスタンブール以外の別の名称はトルコ語では使われなくなり1930年3月28日のトルコの郵便法ではトルコ当局は外国人に公式にこれまでの伝統的なトルコ語以外での名称で街を言い表すのを止めるほか自分たちの言語でもイスタンブールを唯一の都市の名称として取り入れるよう求めた手紙や小包みを イスタンブールイスタンブールではなくコンスタンティノープルコンスタンティノープルで送るとトルコの郵便当局により配達されることはなくこのことは世界的に新しい名称の施策が広まることに貢献したスタンボールスタンブールやスタンブルスタンブルはイスタンブールエスタンブルの語形の編集でイスタンブールのようにそれ自体の語形の頭にアイマイナスはなく中世初期には 最初に10世紀のアラビア語の転居に実証され、アルメニア語では12世紀にはそうであった。いくつかの初期の転居にはギリシャ語のポリーをもとに、同様なブーリンの短い表現も単独で前述の文がなく実証されている。この表現は現代のアルメニア語でも生きている。スタンボール・スタンブールは西洋の言葉で、 イスタンブールと同様に1930年代の新しいトルコの語形に置き換わるまで使われていた。19世紀から20世紀初期、西ヨーロッパやアメリカの天居ではよくコンスタンティノープル、コンスタンティノープルは大都市全体を言い表すのに使われていたが、スタンボール・スタンブールは中心部の歴史的な半島部分を言い表すのに用いられ、 ビザンティン時代の城壁の内側を指していた。イスラームボル、イスランブルや、イスラムブル、イスランブルは、イスタンブール、イスタンブールへ、オスマンが1453年に攻略し新しい、イスラムのオスマン帝国の主としての役割を表現するため作られた民間語源の適応であった。イスラームブールを語源に想定する説もある。最初に実証されたのは攻略直後で、 現代の一部の作家たちは、メフメト二世自身がつけたものとしている。いくつかの17世紀のオスマンの天居では、最も目立つもので、エブリア・チェレビが、当時の一般的なトルコでの名称として、表現している。17世紀から18世紀、これは公式に使われていた。最初に使われた語は、2で、アフメト三世の時代の1703年、貨幣の中蔵に使われた。 オスマンと同時代の外国の人々は特に外交書簡で、オスマン帝国の政府を特定の敬語で表現し、以下のようなものが含まれていた。歓喜の門、崇高なと、荘厳な朝廷は、文字通りオスマンのスルタン宮殿であった、トップカップ宮殿で、そこに位置した朝廷、それ小イギリスのホワイトホールや日本の霞が関のような、オスマン帝国中枢を表す勧誘であった。 ビザンティン帝国近隣の多くの人々は大都市や皇帝の都市、ローマの首都といった概念の表現を使っていた。10世紀から12世紀の間、コンスタンティノープルは世界ではバグダードと並ぶ二つの大都市のうちの一つであった。中世のバイキングは東ヨーロッパでの拡大を通してバリアーグなどでビザンティン帝国との接点があり、このルド語では ミクラガルズミクロガースル後にミクラガードミクリガードを使っていた。今日でもこの語はアイスランド語のミクリガルドゥール、ミクリガーサーやフェロー語のミクラガルドゥールミクリガーサーの語に残っている。スラブ語派では皇帝のとを意味する、ザリグラドザリグラッドキャログラッドの名称で呼ばれ、スラブ語派の単語ツアリーは、カエサルや君主とグラッドから来ている。キリル文字では、で、これはおそらく、 ギリシャ語の皇帝の町を意味するアルファーシグマイオタラムダオメガパイラムダヨタなどからの翻訳釈用である。この言い方は今でも時折ブルガリア語で使われ一方でセルビアクロアチア語やロシア語、マケドニア語では解雇的である。セルビアクロアチア語ではビザンティンやオスマン帝国の歴史的な種という場合は今でも使われている。スロベニア語ではキャログラッドが 現代の都市の別の名称で使われている。チェコ語など、西スラブ語群では、サーリフラッド・キャラハラッドが19世紀まで使われていたが今では稀である。また、ルーマニアでは、旧ルーマニア語の皇帝の町、またはシーザーを意味する、サリグラード・ダラグラッドと呼ばれ、1453年まで、コンスタンティノープルが東ローマ帝国の住居であったことを示している。 旧ルーマニア語のザリグラッドという名称が、スラブ語派で釈用されることになる。クスタンティニーやクスタンタニージャに並んで、ペルシャ語やウルドゥ語、アラビア語など以外にも他のイスラム世界の言語での、故障はセザールを元にしたものが使われ、ペルシャ語やウルドゥ語では、カイザー・アイ・ゼミニア・アラビア語では、民族名のラムが、 ローマ人の大きな都市ルーミーヨットアルクーブラ、ローマ人のオータクト、イーラムがペルシャ語やウルドゥ語では使われたりする。ヘブライ語では時折、クシュタンディナやクシュタンディナラバティと呼ばれ、文字通り大きなクシュタンディナでまたは略して、クシュタとも呼ばれ、コンスタンティニエが変化したものである。この使われ方は20世紀初期まで、ユダヤ人の間で一般的であったが、 現代のイスラエルではこの使われ方はほとんど見られず、ヘブライ語でもトルコ語のイスタンブールが転写されている。ビザンティオンのアクロポリスで発見された今でも残っているビザンティオンの園中。現在はトプカプ宮殿の敷地にある。21世紀初めに考古学者により発見された紀元前7000年に遡る 新石器時代の遺物は、イスタンブールの歴史的な半島には、以前考えられていたよりも前のボスポラス海峡が、形成される以前から人が住んでいたことを示している。遺物の発見以前は、フリギア人を含めトラキア人の部族がサイライブルヌに、紀元前6000年後半から住み始めたというのが、従来の考えである。アジア側の遺物は、紀元前4000年に遡るものとされ、 ハディキョイ地区のフィキルテペフヒコティップで発見されている。同じ場所は、紀元前1000年初めには、フェニキアの交易地点で、同様に、紀元前660年頃に設立されたカルケドンの町があった。しかしながら、イスタンブールの歴史は、一般的に、紀元前660年頃に、ビザス王のガラからの入植者が、ボスポラス海峡のヨーロッパ側に、 植民都市ビザンティオンを創建した時代に遡る。入植者は、金閣湾に隣接した初期のトラキア人の居住地であった場所に、アクロポリスの建設を進め、生まれたばかりの都市の経済に勢いを与えた。ビザンティオンは、紀元前後世紀の変わり目に短期間アケメネス朝の支配を経験するが、ギリシャ人は、ペルシア戦争で取り戻している。都市の階層は、 ギリシア神話のワタツミポセイドンとケロエッサの間に生まれた子ビザスであり、彼は太陽神アポロンの協力を得て、彼の名を冠したビュザンティオンを建設したとされ、トラキア人の王による侵略から町を守り、妻、ペーダレイアもスキタイの信仰を防いだとも言われる。ビザンティオンはデロス同盟とその後の第二アテナイ連合の一部であったが、 紀元前355年についには独立を得ている。長いローマとの同盟関係の後、ビザンティオンは73年に公式にローマ帝国の一部となった。ビザンティオンのローマ皇帝、セプティミウス・セウェルスに対抗する敵対者、ペスケンニウス・ニゲルの支持は大きな代償となり、2年にわたる包囲は都市を荒廃させた。195年に降伏している。 それにもかかわらず、セウェルスは5年後に、ビザンティオンの再建をはじめ都市は回復し多くの、取引はそれ以前の繁栄を上回った。東ローマ帝国時代のバレンス水道橋1422年に、作られた現存する最古のコンスタンティノープルの地図、コンスタンティヌス一世は324年9月に、実質的なローマ帝国全体の皇帝になった。コンスタンティヌスは2ヶ月後に、 新しいキリスト教の都市にビザンティオンを置き換えるための都市計画を打ち出した。帝国の東の首都として都市は新ローマを意味するネア、ローマネアローマと名付けられたが、一番単純なコンスタンティノープルの名称が20世紀まで続いた。6年後の330年5月11日にコンスタンティノープルはついにビザンティン帝国や 東ローマ帝国の名称で知られる帝国の首都として宣言された。このントにはいくつかの伝説があり、当初コンスタンティヌス一世はトロイに戦闘しようと考えていたが夢で神の啓示を受けて変更したカルケドンを予定し建設工事に取り掛かったがわしが道具を加えてビュザンティオンに飛び去った。また夢に現れた老婆が美しい女性に変貌し、このように 古い町ビューザンティオンを申請するよう求められたという。また、信徒の城壁建設にも伝説があり、コンスタンティヌスが、自ら槍を手に地面に線を引いて、城壁の位置を指示したが、あまりにも長く続くので従者が聞くと、コンスタンティヌスは、私の前を歩く味方がお泊まりになるまでだと答えたという。コンスタンティノープルの創建は、 コンスタンティヌスの最も永続的な成果として、ローマの力の闘神や町を、ギリシャ文化やキリスト教の中心にしたことにある。多くの教会が街中に建てられ、その中にはアヤソフィアも含まれ、千年の間、世界最大の大聖堂であり続けた。コンスタンティヌスにより着手された他の町の改良には、コンスタンティノープル競馬場の大改修や拡張が、 含まれ、何万もの監衆を収容し競馬場は、市民生活の中心となり、5世紀や6世紀には、二科の乱を含め社会不安の出来事の中心であった。コンスタンティノープルの位置はまたその存在が時の試練に耐えることを確実とした。多くの世紀、城壁や海岸により東やイスラムの進軍する、侵略者からヨーロッパを守っていた。中世の大部分の間と、 ビザンティン時代の後半、コンスタンティノープルは、ヨーロッパ大陸最大で最も裕福な都市で、当時の世界最大の都市であった。第四回十字軍の後、コンスタンティノープルの衰退が始まり第四回十字軍の間に、略奪や占領があった。コンスタンティノープルは後に、正教会のビザンティン帝国を置き換えるために、カトリックの十字軍によって作られたラテン帝国の、 中心となった。しかしながら、ラテン帝国は短命で、ビザンティン帝国は弱体化しながらも1261年に復活した。コンスタンティノープルの境界や防衛力、基本的な公益事業は荒廃しており、人口は8世紀の50万人から10万人へ減少していた。アンドロニコス2世によって始められた様々な経済や、 軍事力の削減などの軍事の政策は、帝国を弱体化させ攻撃に対して、より脆弱なままにした。14世紀中バオスマン長は小さな町や都市を攻略し、コンスタンティノープルへの供給路を立ちゆっくりと締め付ける戦略を始めた。1453年5月29日に8週間に渡る包囲の後、ついにスルターンのメフメト二世は、 コンスタンティノープルの陥落の勝者になり、オスマン帝国の新しい首都として宣伝された。この間、ビザンティン帝国最後の皇帝であったコンスタンティノス11世、パレオロゴスは殺されている。その後、スルターンは、アヤソフィアへおもむきマームに、シャハーダを命じ、壮大な大聖堂は、帝国のモスクへと変わった。預言者、ムハンマドのハディースで、 コンスタンティンの街を征服する、司令官やその兵士たちが褒められているという伝説があり、歴代のイスラム教司令官が、イスタンブールの征服を試みた。674年から678年に、ウマイヤ朝初代のカリフ、ムアウィア時代から1453年に、オスマン帝国のメフメと二世までの間、イスラム教司令官により、計15回の包囲が行われた。 1453年にこの町を征服した、オスマン帝国のメフメト2世は直ちにエディルネから、ン都シ、イスタンブールは引き続き東地中海を支配する、帝国の首都となった。ドルマバフチ宮殿、スレイマニエモスクは、ミマール水難が携わった、イスタンブールのモスクのうちの一つ。コンスタンティノープルの陥落後、メフメト2世は直ちに町を復興するために試みた。 モスクと病院、学校などを組み合わせた複合施設群を設立し、ローマ帝国の引いた水道を補修し、後のグランドバザールの前身となる屋根付きバザールをはじめとする商業施設を建設して都市インフラを再興した。また、応急としてトップカップ宮殿の建造を開始している。この宮殿はその後も歴代スルタンによって増築が進められ、 19世紀半ばまで王宮として帝国政治の中心となっていた。包囲の間都市から逃れていた人々の帰還を促し、ユダヤ教徒や非征服者のキリスト教徒にズインミーとして一定程度の人権を保障して信徒にそのまま住まわせる一方、アナトリア半島の諸都市からムスリムの浮遊者を強制的に移住させる政策を取ったため、 15世紀後半の50年間にイスタンブールは東ローマ帝国の末期には激減していた人口を大きく上回る大都市となった。また、スルターンはヨーロッパ中から首都に人々を招き入れオスマン期に持続した国際的な社会を築いている。オスマン朝は急速に町をキリスト教の画像からイスラーム文化の象徴に変化させた。 ク府は壮大な帝国のモスク、またたびたび隣接した学校や病院、ハンマムなどの公衆浴場の建設などに資金を供給するため設立された。格外区には、君主や大臣などの有力者が設立したモスクが作られ、イスラム都市の伝統に則っ,ったモスクと公共施設が整備された。また、イスラム教徒による差別と抑圧はあったものの、 東方正教やアルメニア首都教会の教会、ユダヤ教のシナゴーグも数多く維持され、ムスリムのトルコ人のみならず、ギリシャ人、アルメニア人、ユダヤ人、そして西ヨーロッパ諸国からやってきた、商人、施設など、様々な人々が住む多文化都市、東西交易の中心都市でもあった。1517年に、オスマン家は、 イスラム帝国の地位を宣言し、イスタンブールは4世紀にわたりオスマンのカリフの首都として続いた。1520から1566年のスレーマン一世の知性の時代、特に偉大な芸術と建築的偉業の時代であった。主要な建築家であったミマール水難は、市内のいくつかの象徴的な建築物に携わり、この間、オスマンの芸術や陶器、 イスラームの処法、オスマンの細密画が栄えた。イスタンブールの全人口は18世紀までに57万人に達した。19世紀初めの反乱の時代は、進歩的な皇帝であったマフムト2世の高まりに導かれ、政治改革が生じ新しい技術の町への導入が認められこの時代に金閣湾に橋が架けられた。1880年代にイスタンブールは、 ヨーロッパの鉄道網と結ばれ、1883年に運行を開始したオリエント急行は、スウェズ運河の自由航行に関する条約が締結された1888年に、イスタンブールへの直接乗り入れを開始している。これにより、西ヨーロッパとイスタンブールは、直接結ばれることとなった。近代的な水道、電気、電話、路面電車などが、 オスマン債務管理局を通した公共事業により導入されていった。ガラタ島の展望台から望むイスタンブール市街の風景。1890年のオスマン帝国末期の写真20世紀初め、はじめ青年トルコ人革命により、廃位されたアブディウルハミト2世や一連の戦争は、病んでいる帝国の首都を悩ませた。これらの第一次世界大戦の終わりは、 イギリスやフランス、イタリアによるコンスタンティノープルの占領の結果となった。ついには、オスマン帝国最後の皇帝であった、メフメト6世が1922年11月に亡命し、翌年ローザンヌ条約によりコンスタンティノープルの占領は終わり、アンカラのトルコ大国民議会で、ムスタファケ・マルアタチュルクは、トルコ共和国の建国を宣言し共和国が認められた。 共和国の初期の頃、オスマンの歴史から、新しい世俗的な国を遠ざけるためイスタンブールは、トルコの首都の選択から外され、アンカラが支持された。しかしながら、1940年代後半から1950年代初めに、イスタンブールは、大きな構造変化を経験し、新しい公共広場や、大通り、道路が、市内中で建設され、時には、 歴史的な建築物が犠牲となった。アナトリアの人々が膨張するイスタンブールの郊外に建設された新しい工場の雇用を見つけるため、市内に移住したため、1970年代に急増が始まった。都市のこの突然の人口の増大は大規模な住宅開発の需要の要因となり、以前の中心部から離れた村や森は、イスタンブールの大都市圏に飲み込まれた。 イスタンブール市街の衛星写真。左がヨーロッパ、右がアジアで、両者の間を隔てるのが、ボスポラス海峡。海峡の南が、マルマラ海で、北が国海。マルマラ海の北岸、ヨーロッパ側に見える三角形の半島が、イスタンブール旧市街で、海峡から旧市街に切れ込んだ海が、金閣湾。この写真から、旧市街から、城壁や海を越えて、 市街地が拡大していることがよくわかる。イスタンブールはトルコ北西部マルマラ地方に位置し5343スクエアキロメーターズの範囲を占めている。ボスポラス海峡はマルマラ海と国海を結び市街を歴史や経済の中心であるヨーロッパのトラキア側とアジアのアナトリア側に分けている。さらに市街は金閣湾により分けられ。 以前のビザンティンやコンスタンティノープルが創建された半島は天然の港に囲まれている。マルマラ海やボスポラス海峡、金閣湾の交わるあたりが今日のイスタンブールの中心で数千年の間攻撃から街を守ってきており、まだ街の景観の特徴としてよく残されている。トルコ西部の断層はちょうどイスタンブールの南西に集中しマルマラ海と エーゲ海の下を通っている。イスタンブールの師匠のモデルにもなっているローマの7、9をモデルとした、イスタンブールの7、9は、歴史的な半島を特徴づけ、それぞれの頂上には、帝国のモスクがある。これらの丘の最も東のものは、サライブルヌの上のトプカプ宮殿の場所である。金閣湾の反対側から上がると、別の円錐の丘で、近代的なベイオール地区が位置している。 地形のためにベイオールの建物はかつて斜面を保った溶壁の助けを借りて建てられ、道は階段の形で配置された。アジア側に位置するユスキュダルでは、地形が徐々にボスポラス海峡沿岸の下方に伸びるとともに、同じような丘陵地の特性を示すが、シェムシパシャ戦士ポッサやアヤズマヤズマでは、景色がより急峻な岬に似ている。 イスタンブールで一番海抜が高いのは、チャムジャのオカブックサンルカテペシで 288m である。イスタンブールは北アナトリア断層の近くに位置し、アフリカプレートやユーラシアプレートの境界に近い。この断層地帯は北アナトリアから〇マ〇マ海にかけて走り、これは都市の歴史を通していくつかの甚大な震災と関連している。 甚大な震災の中には1509年、イスタンブール地震が含まれこの地震による津波は、城壁を越え市街を破壊し、1万人が犠牲になった。より最近では、イズミット近くを震源とする1999年のイズミット地震で1万8000人が犠牲となり、イスタンブール郊外の1000人も含まれている。イスタンブールの人々は、 イスタンブールの急速な人口増加に対応するために最近建設された数千の住宅が正しく建設されていない可能性がありさらに壊滅的な震災が都市で発生することを危惧している地震学者は2030年までにマグニチュード7.6かより大きな地震がイスタンブールで起こる可能性が60%以上であると言っている イスタンブールの気候は改定された欠片の気候区分によれば地中海性気候と温暖湿潤気候の境界にあたり夏の2ヶ月間だけ40ミリメートル以下の降水量のため亜熱帯か地中海性の気候か単独で分類されるのが妨げられているしかしながら広大な地域や多様な地形海辺の場所などイスタンブールでは微気候が見られる市街の北部は 海洋性気候で表されるが、これは、国海からの湿気や、比較的高い植生の密度による。市街南部の人口密集地の気候は暖かく、湿度の影響を受けにくい。レベント地区を覆う霧朝によく発生する。実際、イスタンブールの気候の顕著な特徴の一つに、持続的な高湿度があり、湿度は80%に達しほとんどは朝である。 これらの気象条件により霧はごくありふれたもので、市の北側や中心部から離れた場所では、より多い。特に深い霧は、ボスポラス海峡を含め地域の交通を混乱させ、秋や冬の月に継続的に起こり湿度が高いまま、午後まで残る。高湿度の条件と、霧は、夏の月の間は、昼までに解消されるが、 長引いた湿度は、夏の高い気温に不快な悪影響を与える。夏の数ヶ月間の最高気温の平均は、摂氏29度程度で、降雨は珍しく6月から8月にかけて、測定可能な降水量は15日程度だけである。しかしながら、低い降水量にもかかわらず夏の月の期間、雷雨は高く集中している。冬のイスタンブールは、 地中海盆地周辺の他のほとんどの都市と比べると、冷涼で、最低気温の平均は4セッ5度である。国海からの湖水降下雪はよくあり、予測するのが難しく霧とともに厄介なものになる、可能性があり、都市のインフラを混乱させる。春や秋は穏やかであるが、しばしば雨が降ったり変わりやすい北西からの冷たい、風や南からの暖かい突風で、 同じ日に激しい気温変化を引き起こす。イスタンブールの年間降雨日は平均で115日で、年間降水量は852ミ、mm、リメーターズである。極地は最高気温の記録は、摂氏40.5度、最低気温の記録は低、摂氏16.1度をそれぞれ観測している。1日あたりの降水量の記録は227ミ、mm、リメーターズで。 ついたちあたりの降雪量の記録は80センチメーターズである。ファティ地区はオスマンに征服されるまでガラタのジェノバ共和国の要塞がある街全体と一致している。ジェノバの要塞は19世紀には街の北側へ市街地を拡大するため大部分が取り壊され唯一ガラタ島だけが残っている。ガラタは現在の行政区ではベーオール地区に含まれ、 タクスイム広場周辺部はイスタンブールの商業や娯楽の中心地となっている。ドルマバフチェ宮殿はオスマンキの当地の中心でベオール北のベシクタシュ地区にある。そこを越えた場所にあるイニョニュースタジアムはトルコでは最古のスポーツクラブであるベシクタシュ JK が本拠地としている。以前は村であったオルタキョイはベシクタシュ地区内にあり、 オルタキョイモスクの名称にも含まれ、ボスポラス海峡に沿った第一ボスポラス橋近くに位置する。ボスポラス海峡に岸に沿って並んだ北側の槍は、豪華なシャレーの邸宅は19世紀に、貴族やエリート階級の夏の離宮として建てられた。さらに内陸や、市内の環状道路の外側にあるレベントやマスラクは、イスタンブールの重要な経済の中心である。 もともとはイスタンブールの郊外でヤリーと呼ばれる邸宅がボスポラス海峡沿いに立ち並び、現在ではイスタンブールの高級地区の一部。オスマンキ、ユスキュダルやカドゥッキョイはイスタンブールの郊外で駐屯地や海辺の別荘、庭園がある。 静かな場所であったが20世紀の後半になると、アジア側も急速な都市化を経験し、市内の他の住宅地区と比較して、後に開発された、この地区はより多いインフラと都市計画に至っている。ボスポラス海峡のアジア側の多くは、経済や商業的な中心のヨーロッパ側の郊外として、機能し、市内の人口の3分の1を占めるが、 雇用は4分の1を占めるだけである。20世紀のイスタンブールの急速な成長の結果、市内の相当な部分でゲジェコンドと呼ばれる不法建築物が構成されている。現在では徐々にいくつかのゲジェコンドが占める地区は取り壊され、現代的な大規模住宅群に置き換わってきている。イスタンブールには他の大都市のように主要な都市公園はないが、 多くの緑地が広がっている。ギルハーネ公園やユルドゥズ公園はもともとトプカプ宮殿やユルドゥズ宮殿などイスタンブールの二つの宮殿の土地に含まれていたがトルコ共和国になり初期の10年間で公共の公園に利用されるようになった。フェテヒパシャコルスはアナトリアのボスポラス橋に隣接したユルドゥズ宮殿反対側の丘の斜面に位置している。ヨーロッパ側に沿った。 ファティスルタン・メフメト教に近いエミル・ヤン公園は、もともとは、オスマンの指導者の私有地に属しており、47ヘクタールの公園内には多様な植物があり、2005年以来、毎年チューリップ祭が催されている。イスタンブールっエスタンブライツに、夏の間、ポピュラーな場所には、ベオグラードの森が含まれ、市の北縁の5500ヘクタールを、占めている。森林はもともと、 ビザンティンやオスマンの時代に、市内に水を供給するための貯水池として使われ、今でも残っている。イスタンブールのスカイラインアヤソフィア6世紀に、正教会の大聖堂として建てられたが、後に、モスクに変わった。現在は、博物館イスタンブールは、主として、ビザンティンやオスマンの建築物で知られているが、しかしその建物はそれ以前に町を支配した。 様々な人々や帝国を反映している。例えば、ジェノバやローマの建築は、イスタンブールではおま間に相対するものとして見ることができる。古代のギリシア建築は何も残らなかったが、ローマ建築はより耐久性があることが証明されている。コンスタンティノープル競馬場からのオベリスクは、 今でも、スルタンアフメト広場で見られ、バレンス水道橋の一部の区間は4世紀後半に建てられたが、比較的手付け数で、ファティ地区の庭園に残っている。コンスタンティヌスの園中は330年に、新しいローマ帝国の首都を記すため建てられたが、ヒッポドロームからそう遠くない場所に今でも建っている。初期のビザンティン建築は、 古典様式のローマのドームやアーチをモデルとし受け継いでいたが、聖セルギウス・バッカス協会ではこれらの要素に改良がなされた。イスタンブールで現存する最古のビザンティン建築は廃墟ではあるけれど、後にイムラホルモスクに転換された454年に建てられたステュディオス修道院である。1261年にコンスタンティノープルが脱回されると、 ビザンティン様式は今でも現存する最も重要なコ羅ラ協会とパンマカリストス教会に拡大している。それでもイスタンブールで最も象徴的なビザンティン様式の建築物の頂点の一つはアヤソフィアで一番上のドームは直径31メートルあり、アヤソフィアはモスクに変わる前は1000年以上にわたり世界最大の大聖堂で現在では 博物館になっている。イスタンブールに現存する最古のオスマン建築には、アナドルヒサルやアルメリヒサルなどの城塞が含まれ、コンスタンティノープルの市街をオスマンが包囲する際の助けとなった。4世紀の間にわたって、オスマンは高くそびえるモスクや華麗な宮殿を建築しいつまでも残るイスタンブールの印象的な街並みを作っていった。最大の宮殿である、 トップカップ宮殿は、内部のバロック様式のハレムから新古典主義建築のエンデルーン学校など、多種多様な建築様式が含まれている。オスマン帝国のモスクには、スルタンアフメトモスクやスレーマニエモスク、イエニモスクが含まれ、これらすべては16世紀から17世紀に、オスマン帝国の流星期に建てられている。後の世紀、特にタンジマートの改革期には、 オスマニ様式の建築物はヨーロッパ様式のものに変わっている。イスティクラル通り周辺の地区は壮麗なヨーロッパの大使館や新古典様式やネオルネッサンス建築、アールヌーボー建築の通りで満たされている。ベイオールの建築物は教会や店舗、劇場、公的な建物であるドルマバフチェ宮殿などが含まれる。イスタンブールの市街はボスポラス海峡に沿った。 中心部から遠くに伸びる。2004年以来、イスタンブールはトルコでは2つある、地域と県域が同一の範囲で広がる都市の一つである。イスタンブールは、イスタンブール県の県都とみなされ、イスタンブール大都市自治体により統治され39の都市行政区に分けられている。現在の都市機構は19世紀のタンジマート期の改革に遡り、それ以前は、 カーディと大祭祥の講演のもと、イマームにより、都市を率いていた。フランスの都市をモデルに、宗教的な仕組みは、市長とイスタンブール中のミレット製の代表者で、構成された議会に置き換わった。ベイオールは、市内では、最初の自らの市長と議会を有する地区であったが、議員は、ミレットの代表者の代わりに地区に長年住む、住民であった。オスマン帝国憲法以後、 法律が制定されこの仕組みは自然体に拡大され20のパリの行政区を模範としていたが1908年まで全ては実行されておらずイスタンブールは9つの地区で構成された行政区として宣言されたこの仕組みはビレリエと名称を変えてトルコ共和国建国後も続いたが1957年にこの自治体は解散した イスタンブールを含めトルコの人口集中地区に隣接した小さな集落は1980年代初期にそれぞれ主要都市に併合されその結果大都市の自治体となったイスタンブール大都市自治体の意思決定機関は地区議会から選ばれた議員による市議会である市議会は予算管理やインフラの維持博物館や主要な文化センターの監督など 自然体の問題を担当している。市政府は、強力な市長と弱い議会のアプローチのもとで、運営されるため、議会の指導者、市長は迅速な意思決定を行う権限を、有しているが、しばしば透明性は犠牲にされる。市議会は大都市行政委員会により助言されるが、委員会もまた自らの意思決定を行う、限られた権限を有する。 すべての委員会の代表者は市長や議会により任命される。ファティ地区にある1953年に建てられたイスタンブール市庁舎一方、地区議会はそれぞれの地区内の廃棄物管理や建設計画に関して主に責任がある。それぞれの地区は独自の予算を有するが、市長には地区の意思決定を再検討する権利がある。 区長を含むすべての地区議会の議員の5分の1は、それぞれの地区の代表として、市議会の議員として選ばれる。すべての地区議会と市長を含む、市議会の議員は5年ごとの選挙により選出される。2004年以来、厚生発展党のカディールトプバシュが、イスタンブール市長を務めている。イスタンブール大都市自治体とイスタンブール県は、同等の管轄区域を持つが、 いくつかの権限は、県政府に残されている。イスタンブール大都市自治体に似て、イスタンブール県は、政府から任命された、知事、民主的に選出された、意思決定機関である、地方議会と任命された、行政委員会がある。自治体レベルで、行政委員会が反映され、県行政委員会には、大臣や、部門長が含まれ、県議会に助言を行っている。 県行政の役割は、学校や住宅、政府の建物、道路の建設や維持、芸術、文化、自然環境保全や推進に限定されている。フセイアブニムトゥルフューセ v エーブイニムトゥルは2010年5月以来、イスタンブール県の県知事である。歴史の大半を通じてイスタンブールは、世界の大都市の中に位置づけられてきた。500年までにはコンスタンティノープルは、 ローマを超え40万から50万の人口を要していた。コンスタンティーノープルは歴史的な大都市であるバグダードや長安を押しのけ、13世紀までには世界最大の人口を抱える都市に位置していた。世界最大の都市には戻らなかったものの、コンスタンティーノープル陥落後も19世紀初めにロンドンが上回るまでヨーロッパ最大の都市であった。今日でも、 モスクワと並びヨーロッパ最大の都市集積を形成している。トルコの統計機関はイスタンブールの人口は2011年12月31日、現在1348万3052人と推計しており、トルコ最大の都市を形成し、トルコの全人口の18%を占めている。広大な面積のためイスタンブールは世界の地域人口の順位で、 トップ5に含まれているがこれは都市圏と同等と考えられ、本来の市街人口はだいたい15以下である。イスタンブールの人口は年間3.45%増加しており、OECD の78の大都市圏の中でも最も高い位置にある。第2、第3の位置を占める OECD の大都市圏もイズミルやアンカラなどトルコの都市で、この高い人口増加率は、 トルコの全国的な都市化を反映している。イスタンブールは特に20世紀後半に急速に成長し、1950年から2000年の間の半世紀に人口は10倍になった。人口の急増は地域の拡大から来ており、特に1980年から1985年にかけては人口は2倍になっている。 著しい成長がありそれは未だにあり、大部分は、住環境の改善や食を求めるトルコ東部からの移住者により勢いが与えられている。イスタンブールの多くの住民は7つの北部や東部の県を出自としているが、イスタンブールのその人口はそれぞれの地方の人口を超えている。特に、イスタンブールの50万人を数える住民は、 スイバス県やカスタモヌ県の人口を超えている。イスタンブールの人口に占める外国人の割合はわずかで2007年現在42,228人であった。28%の市民だけが元からのイスタンブールの出身である。イスタンブールの人口密度は2,523人、平方キロメートルでトルコの人口密度の102人。 平方キロメートルをはるかに超えている。人口密度が高い傾向にあるのは北西部や西部、ヨーロッパ側に位置する南西部の市中心部である。最も人口密度が高いのはアジア側の地区であるユスキュダルである。スルタンアフメトモスクはイスタンブールでは最大でトルコ政府宗教局によりイスラム教の祝祭日に祈りが主導される。イスタンブールは 多くの歴史を通じて国際的な都市であったが、オスマン帝国の終わり以来禁止化されてきている。それでも、トルコの少数民族のほとんどは集中してイスタンブールに残っている。トルコ国内やイスタンブールの大多数の人たちは、自分たちをムスリムとみなし、より明確にはスンナ派の信徒である。ほとんどのスンナ派の信徒は、ハナフィー学派を信奉し、 約10%のスンナ派の信徒は、シャーフィー学派を信奉している。450万人のトルコ人のヒスンナ派を数え、これらはアレビー派である。トルコ国内のアレビー派の3分の1は、イスタンブールに居住している。スーフィズムのような神秘主義は、トルコ共和国の建国後、公式に禁止されたが今でも多数の信者を誇っている。エユップスルタンガモスク。 アブ・アイユブ・アル・アンサリの宮殿は巡礼者には、ポピュラーな場所コンスタティノープル総主教は6世紀以来、総主教に定められ、エキュメニカル総主教という称号を持つ3億人の、正教会信徒の指導者として、広く見なされている。1453年までは、アヤソフィアを総主教座としていたが、アヤソフィアが、オスマン朝に接収されて、モスクとなって、以後は、 パンマカリストス修道院付属教会などを転々と、した後、1601年以降は、旧市街北部、フェネル地区の聖ゲオルギオス大聖堂を基盤にしている。19世紀に入ると、イスタンブールのキリスト教徒は、聖教会かアルメニア聖教を合図彼の信徒である傾向があった。1923年のトルコとギリシャの、 住民交換や1942年のバルリク、ベルギー市、1955年のイスタンブール暴動など20世紀の多くの出来事により、フェネルやサムティアを中心としていたギリシャ人の人口はかなり減少している。1919 19年には35万人、1923年には13万、もいたイスタンブールのギリシャ人は21世紀初めには3000人に、 減少しているトルコのアルメニア人の人口はアルメニア人虐殺により部分的な減少を見たが最近のアルメニアからの移民により戻ってきている1913年には16万4000人のアルメニア人がイスタンブールにいたが今日では5万から7万人のアルメニア人がいる最大の少数民族はクルド人コミュニティでトルコ東部や南東部を元にしている 市内のクルド人の存在は、オスマン時代初期に遡るが、イスタンブールへのクルド人の流入は1970年代後半のトルコクルド紛争とクルディスタン労働者等により、加速し始めている。200万から400万人のクルド人が、イスタンブールには居住し、イスタンブールは、世界の他の、どの都市よりも、クルド人が住んでいることを意味している。ボラト地区は、 かなりのセファルディムコミュニティが暮らしており、最初に形成されたのは、スペインイータン新聞の時代に遡る。ロマニオットとアシュケナジムは、セファルディムよりも前に、イスタンブールに同様に居住していたが、その割合は減っており今日では、アシュケナジムは、イスタンブールのユダヤ人のほんの1%だけである。イスラエルへの移住によりユダヤ人の人口は、全国的に減少し、 1950年の10万人から2005年には1万8000人に減少している。大部分はイスタンブールかイズミルに居住している。レバンティンはオスマン期にガラタに居住したカトリック教徒で19世紀から20世紀初期のイスタンブールの文化や建築を形作るのに重要な役割を担った。 彼らの人口は減っているが今でも少数が市内に残っている。レベントのビジネス地区にはイスタンブールの高層ビルが林立する。2008年現在のイスタンブールの GDP は1820億ドルで世界の都市圏の域内総生産では34位につけている。イスタンブールはトルコ国内の GDP の27%を占め、 国内産業労働力の20%が都市に存在する。一人当たりの GDP で70%、生産性で50%それぞれ国内平均を上回っており一つには高付加価値に集中した生産活動が要因である。多くの人口とトルコ経済への高い貢献からイスタンブールはトルコの国税の5分の2を担っている。 税には30人のイスタンブールを本拠とする億万、長者も含まれ、この数は世界の都市で5番目に多い人数である。都市の大きさが想像されるように、イスタンブールではオリーブオイル、タバコ、輸送機器、電気など様々な製品を生産したような産業経済を要している。高付加価値の生産活動への集中があるにも、かかわらず低付加価値の生産部門も、 かなりを占め、イスタンブールの GDP に占める割合は26%だが、市の合計出荷額の5分の4に相当している。2005年に、イスタンブールに、本拠地を置く企業の輸出総額は413億9700万ドルで、輸入総額は698億8300万ドルであった。これは、トルコ全体の合計にそれぞれ輸出で57%、 輸入で60%を占めている。イスタンブールはトルコでは唯一の資本市場であるイスタンブール証券取引所を有する。元々は1866年にオスマン証券取引所として設立されたが、その重要性は1930年代の世界大恐慌により減少した。一連のトルコ政府の金融自由化計画により1986年に 現在の形で再編成されている。19世紀から20世紀初期の間、ガラタのバンカラル・ジャデッシュ・バンコラール・ジョディシーは、オスマン帝国の金融センターで、オスマン証券取引所もそこにあった。バンカラル・ジャデッシュは、イスタンブールの金融地区として1990年代まで続き、トルコのほとんどの銀行は本社をモダンな、ビジネス中心地区であるレベントや、 マスラクに移転している。1995年にイスタンブール証券取引所は現在のサルエルのイスティニエ地区に建物を移転している。黒海とマルマラ海を結ぶボスポラス海峡は世界でも繁忙な航路の一つ。左側がボスポラス橋、右側がオルタキョイモスク。現在、石油が豊富な黒海と地中海を結ぶ唯一の海のルートである。 ボスポラス海峡は世界でも混雑した航路の一つで1年間で2億トン以上の原油が通過しており交通量はスウェズ運河の3倍に上る混雑を緩和するため街のヨーロッパ側に海峡と並行してイスタンブール運河と呼ばれる新たな運河を建設することが提案されているイスタンブールにはハイダルパシャ港アンバルリ港アンバール ズイティンブルヌコージュティンブルヌの三つの大きな港の他にいくつかの小さな港や石油ターミナルがボスポラス海峡やマルマラ海沿いに立地している。ハイダルッパッシャ港はボスポラス海峡の南東に位置し2000年代初めまでイスタンブール最大の港であった。ハイダルッパッシャ港からアンバルリ港へ運営がシフトして以来ハイダルッパッシャ港は容量以下で運営され 港を閉鎖する計画もある。2007年現在、アンバルリは、都心の西端に位置し、年間150万 TEU の取扱い能力があり、地中海沿岸では4番目に、大きな貨物ターミナル港である。一方のハイダルパャ港の取扱い能力は35万 4000TEU である。ツイーティンブルヌ港は、自動車道路やタチュルク国際空港に近いことから、 利点があり、都市の長期計画で、すべてのターミナルと、道路、鉄道元の相互の接続性を必要としている。イスタンブールは著名な観光地として、観光客数が増加しており、2000年には242万人の外国人観光客が訪れ、2010年には700万人の外国人観光客が訪れており、世界で10番目に、 多くの観光客が訪れる都市である。イスタンブールはトルコの外国人観光客の4分の1を受け入れ、トルコではアンタルヤに次ぐ国際的なゲートウェイとなっている。イスタンブールの観光業界はヨーロッパ側に集中し、市内の90%以上のホテルはヨーロッパ側に立地している。低中級クラスのホテルはサライブルヌに立地する傾向があり、 ハイエンドのホテルは、金閣湾北側の観楽街や金融センターに立地する。イスタンブールには70の博物館があるが、最も観光客が訪れるのは、トップカップ宮殿博物館と、アヤソフィアで、毎年3000万ドルの収益をもたらす。市の環境マスタープランでは17の宮殿と64のモスク、49の教会は、イスタンブールで、 歴史的に重要なものであると言及している。所得分配は、イスタンブールでは公平ではなく、20%の最高所得層が64%の資産を利用し、20%の最低所得層が4%の資産を利用している。バンカラル・カデッシは、オスマン期のイスタンブールの金融の中心。右側は1892年に完成した。 キューオスマン中央銀行本店イスタンブールは1923年にアンカラが政治的な首都になってからも常に金融の首都である。1980年代の特定の市場開放はさらにこの地位を強化した。1986年初め発足したイスタンブール証券取引所は普通株、国債、短期国債、収益分配証明書、債券、 民営化の管理で発行される再建と、社債取引、夜間の業務を行うために設立されたトルコでは、唯一の証券取引所である。1993年に、イスタンブール証券取引所は、禁止場の自由化を決定し、1995年に、イスタンブール金取引所が設立され、トルコ中央銀行の金塊の輸入独占は終わりを、告げ、金取引は、 民間部門のメンバーに移された。レベント、マスラクは、トルコの大企業や銀行、世界的な金融部門の巨大企業の地域本部が、置かれており、シティバンク、メリル・リンチ、JP モルガン、HSBC ホールディングス、ABN アムロ銀行、ING グループ、BNP パリバ、ソシエテ・ジェネラル、ウニクレディト、ドイツ銀行、 コメルツ銀行などがイスタンブールに拠点を置いており、他の金融機関も多く立地している。レバントとマスラクの両地区は絶えず成長しダイナミックなスカイラインに変わり、いくつもの新しい超高層ビル計画が提案され、認可されており毎年着手されている。欧州最大規模のショッピングモールイスタンブールジョバヒル、前にあるイスタンブールメトロの支柱の駅り口イスタンブールは、 トルコの産業の中心で、トルコの労働力の20%を雇用し職場の38%を提供している。これに加えて、イスタンブールは、トルコの貿易の55%と卸売りの45%を生み出し、GDP の21.2%、税収の40%、工業生産額の27.5%に寄与している。 多くのトルコの大きな生産工場はイスタンブールに立地しており、イスタンブールやその周辺部では、木綿や果物、オリーブオイル、絹、タバコなど生産されている。食品加工、織物製品、オイル製品、ゴム製品、金属製品、比較、電気、ガラス、機械、紙や紙製品、アルコール飲料などは、イスタンブール市内の主要な工業製品に含まれる。 イスタンブールではまた自動車やトラックの組み立て工場もある。これらの様々な事業は過去にペンキ工場に近かったため悪化した2008年の花火爆発事故のような災害にも見舞われている。医薬産業は1952年にレベントにエジザルバシュ医薬品工場が設立され始まった。今日では134の企業が トルコの製薬業界でビジネスを行っており、大部分はイスタンブールかその近郊を基盤としている。マルマラホテルからのタクスイム広場とカンファレンスバレーの眺め。イスタンブールはトルコでも最も重要な観光スポットの一つである。数千ものホテルや他の旅行者中心の産業がイスタンブールにはあり、観光や業務で訪れる両方の旅行者を満たしている。 2006年には2314万8669人がトルコを訪れ、ほとんどはイスタンブールやアンタルヤの空港や港を通り入国している。イスタンブールのアタチュルク国際空港やサビハ・ギョクチェン国際空港を利用しトルコに入国した観光客は2005年の484万9353人から、 翌年には534万6658人に増加している。2011年には急成長しているトルコの観光事業により1050万人に増加している。2011年のイスタンブールの2つの国際空港は5000万人以上の旅客を扱っている。イスタンブールはまた世界の主要な会議の目的地の一つであり。 世界有数の国際的な団体や機関にとっては、ますます人気のある選択肢となっている。イスタンブールの会議の魅力は3つに分かれた会議と、展示エリアにより発展した。カンファレンスバレー、空港、エキシビジョン地区、CNR 国際博覧センターの周辺の、展示スペース、ビジネス、金融地区がある。これらが集まったエリアは宿泊施設、会議場、 展示スペースが結合したのが特徴である。これらは個々にでも、イスタンブールメトロの輸送を通じて総合的に使うこともでき、1万人、またはそれ以上の参加者に対応している。イスタンブールは、歴史的に文化的な中心として知られているが、トルコ共和国の中心がアンカラに移ると、文化的なシーンは停滞した。新しい政府は、トルコ人に、 音楽の伝統を特にヨーロッパ由来の音楽に適応させようと新しい計画を確立したが音楽の機関や海外の古典音楽の芸術家は主に新しい首都に集中した多くのトルコの文化的なシーンはイスタンブールにルーツを持っていたが文化的な重要性が単にその過去の栄光に基づくだけでない都市として 再びグローバルに現れることは1980年代や1990年代までなかった。イスタンブール考古学博物館は1891年にオスマンハムディベイにより創設されたトルコ最古の近代博物館。19世紀末までにはイスタンブールは都市自体、この地域の芸術の中心としてトルコやヨーロッパ、中東などから街に芸術家を集めていた。 アンカラをトルコの文化の中心として作る努力にもかかわらず、1970年代までイスタンブールはトルコの主要な芸術関連の機関が置かれていた。さらに1980年代には大学やアートジャーナルが新たにイスタンブールに創設され、以前はアンカラを拠点としていた芸術家が移ってきている。ベイオールはの芸術の中心として一変し、 若い芸術家や以前は海外に暮らしていた年長のトルコの芸術家が基盤をこの場所に見つけている。イスタンブール現代美術館、ペラ美術館、サキプ・サバンジュ美術館、サントラル、イスタンブールなどモダンな美術館は2000年代に開館し、展示スペースやオークションハウスは都市の国際的な雰囲気への寄与を引き立てるものになっている。しかし、 これらの美術館は未だに歴史的な半島にあるトルコの近代的な博物館の先駆けとなったイスタンブール、考古学博物館やトルコイスラーム美術博物館ほどの人気は得ていない。トルコでの最初の映画上映は少なくとも1896年のユルドゥズ宮殿でパリで技術が公開されたちょうど1年後であった。映画館は ベオールで急速に現れ始め、今ではイスティクラル通りの名で知られる通り添い映画館は集中していた。トルコの映画産業は1950年代まで発展はなかったが、イスタンブールは初期のトルコの映画の中心であった。それ以来、イスタンブールはトルコで最も人気がある映画やドラマ、コメディの場所である。トルコの映画産業は世紀の後半に、 強化されるが、それは、うざくうざっく、私の父と私の息子バボム v イオラムまでなく、二つの映画は、イスタンブールで撮影され、トルコ映画は、国際的なかなりの成功を見始めた。イスタンブールとその絵のような美しいスカイラインは、多くの海外映画の舞台となり、トップカピア、007ワールドイズ、ノットイナフ、ザ・インターネットに、ミッションイスタンブールなどがある。 文化的な再現と同時に、イスタンブールでは文化的な催しが創設され、1973年頃からトルコや世界中から様々な芸術が披露し始められた。フラグシップとなるイスタンブール国際映画祭やイスタンブール国際ジャズフェスティバルは1980年代初期から行われている。現在ではもっぱら音楽や、 ダンスだけを中心とした、以前のイスタンブールフェスティバルは1994年以来、イスタンブール国際音楽祭として知られている。元のイスタンブールフェスティバルから発展した祭典で、最も顕著な催しには、イスタンブールビエンナーレがあり、1987年以来2年ごとに開催されている。初期の姿は、トルコの視覚芸術を披露する目的であったが、 国際的なアーティストに解放されて以来、ベネツィア・ビエンナーレやサンパウロ・ビエンナーレと並び県にあるビエンナーレとして評価が上がってきている。グランドバザールは世界最大規模の屋内市場の一つ。イスタンブールには歴史的なものから現代のものまで多くの商業施設がある。カパル・チャルシュ・カパル・サーズは1461年以来市場が開かれており、 世界最古で最大の屋内市場である。ムハマトパッシャチャルシュは青空市でカパルチャルシュからエジプシャンバザールに駆け広がっている。エジプシャンバザールは1660年以来イスタンブールのメジャーな香辛料の市として開かれている。ガレリア・アタキョイはトルコのモダンなショッピングモールの先駆けとして1987年に開業した。それ以来モールは 歴史的な半島の外のメジャーなショッピングセンターになっている。アクメルケズは1995年と1996年に欧州最高、世界最高のショッピングモールのタイトルをショッピングセンター国際評議会より与えられている。イスタンブールジョバヒルは2005年に開業しそれ、以来欧州最大のショッピングモールである。 カニオンショッピングモールは2006年に建てられた商業建築カテゴリーで都市景観建築評価賞を獲得している。ニシャンタッシュのアブディペクチ通りとアナトリア側のバグダード通りは高級ショッピング地区へ発展している。大晦日のニシャンタッシュのデコレーション典型的なケバブのようなトルコ料理と並んでイスタンブールは歴史的なシーフードレストランでも有名である。 市内の多くの最も評判な店や高級な店は、ボスポラス海峡の海岸にあり、マルマ々海に沿った、クムカプ地区には歩行者ゾーンがあり、周辺には、約50のレストランがある。イスタンブール中心部から15キロメートル離れた、プリンシズ諸島もシーフードで有名で、ここは、自動車のない、静かで穏やかな雰囲気の歴史的な夏の別荘地で、あり、イスタンブールっ子や、 外国人観光客に人気の観光地である。外国の料理を特徴としたレストランは主にベオール地区に集中している。イスティクラル通りに沿ったチチェキパサジュはワインハウスやパブ、レストランが入っている。イスティクラル通り周辺の他のいくつかの地区ではベオールのナイトライフに応えるため最近では改装され、以前の商店街は現在ではパブやカフェ。 生演奏が行われるレストランが林立している。他のイスタンブールのナイトライフの中心的な場所には、ミシャンタシュやオルタキョイ、ベベック、カドキョイなどがある。76,092人の観客を収容可能なアタトゥルクオリンピックスタジアムは、トルコ最大の多目的スタジアムイスタンブールには、いくつかのトルコで最も古いスポーツクラブがある。 ベシクタシュ JK は1903年に創設され、数あるクラブチームの中でも最古のものと考えられている。初期にはトルコで唯一のクラブチームで、時折トルコの代表チームとしてプレーしていた。サッカーのクラブチームは国内の争いで、それぞれの優位な時期を見てきたが、ガラタサライやフェネルバフチェ SK は国際大会では前戦し、 プロサッカー一部リーグスユペルリーグで最も多くの優勝回数を誇っている。ガラタサライとフェネルバフチェ SK はボスポラス海峡を挟んで長年にわたりライバル関係にあり、ガラタサライは市内のヨーロッパ側に、フェネルバフチェ SK はアナトリア側に本拠地を置いている。イスタンブールにはエフェスピルゼン SK、ベシクタッシュ JK、フェネルバフチェゆるける。 ガラタサライメディカルパークの4つのクラブチームがあり、プロバスケットボール一部リーグのターキッシュバスケットボールリーグでプレーしている。イスタンブールには2000年から多くのスポーツ施設が建設されたり改良されており、夏季オリンピックの招致活動が行われている。アタチュルクオリンピックスタジアムはトルコ最大の多目的スタジアムで2002年に竣工し国際陸上競技連盟では、 最上級に分類される陸上競技施設である。スタジアムでは UEFA チャンピオンズリーグ2004から05決勝が開催されイスタンブールビュユクシェヒルベレディエアンカラスポルのホームフィールドとして残っている。シュクリュサラジオールスタジアムはフェネルバフチェース系のホームフィールドで改修工事が竣行した3年後に UEFA チャンピオンズリーグ2008から09決勝が 開催された2011年にはトルコテレコムアリーナが完成し、ガラタサライのホームであったアリサーミエンスタジアムから置き換わった。3つすべてのスタジアムは UEFA スタジアムカテゴリーでカテゴリー4に分類され UEFA チャンピオンズリーグを開催するのに適したスタジアムである。 ウルケルスポーツアリーナは2012年に開業し、バルケットボールやバレーボールのクラブチームである、フェネルバフチェ・ウルケルのホームコート。スイナミエルデムドームは、ヨーロッパ最大の屋内アリーナの中に含まれ2010年バスケットボール世界選手権や2012年世界室内、陸上競技選手権、大会、2011から12ユーロリーグの準決勝が、開催されている。 2010年に、シナウエルデムドームが完成するまで、アブディ・イペクチアリーナが、イスタンブールの主要な屋内アリーナで2001年バスケットボール、男子欧州選手権が開催された。他の屋内アリーナの中には2000年から運営されている、BJK アクアトラルアリーナが含まれ、イスタンブールのスポーツクラブのホームコートを提供している。 より最近では13,800席を備える、ウルケルスポーツアリーナは2012年に開業し、フェネルバフチェ・ユルケルのホームコートにしている。建設ブームにもかかわらず、200、2004、2008、2012年のオリンピック招致や UEFA ユーロ2012、UEFA ユーロ2016の招致は、失敗に終わっている。イスタンブールは、 2020年夏季オリンピックに向けて招致活動を行っていた。2013年9月7日に開催都市が発表されたが、決戦投票で東京に敗れている。イスタンブールパークは2005年に世界ツーリングカー選手権が2006年にルマンシリーズが開催されているが、それ以降はどちらも開催されていない。 2005年から2011年の間、イスタンブールパークでは、毎年開催される、トルコグランプリが行われていたが、資金難から、将来の開催は、不確実さが残る。イスタンブールセーリングクラブは1952年に、創設され、イスタンブールやその周辺の航路で行われる、ショーケースとなる競技を毎年行っている。トルコンフショアレーシングクラブも主要なレースを、 主催しており、最も気にあるレースである、海兵隊バイも含まれる。イスタンブールでは、時折、F1 パワーボート世界選手権も開催され、最後に開催されたのは2000年で、ボスポラス海峡で開かれた。1948年に創刊したフリエットは、トルコで最も読まれている新聞。国営の TRTS の本社。イスタンブールでは、ラジオも放送。 ほとんどの国営のラジオ局やテレビ局は、アンカラをベースとしているが、イスタンブールは、トルコメディアの最も重要なハブである。メディア産業のルーツは、オスマン帝国の首都であった時代の1831年に、最初に、トルコで発行された新聞であるタキビム、アイベカイにある。ジャガログル通りでは、新聞が印刷され、バーブ・アーリドーリ・バブ・オーリーは、金格案を超えた。 ベオールと共に急速にトルコの印刷メディアの中心となった。今日、イスタンブールでは幅広い種類の定期観光物が発行されている。ほとんどの全国紙はイスタンブールを拠点として同時にアンカラやイズミルバンがある。イスタンブールを拠点とするザマン新聞は1986年の創刊と歴史が浅いがトルコでは 最も広く流通している新聞で週に100万部が発行されている。ポスタ新聞、ヒュリーエト、サバ新聞、ハバールキュルクの各新聞はトルコの五大誌でそれぞれ毎週20万部以上を売り上げている。ヒュリーエトの英字版であるヒュリットデリーニュースは1961年より発行されていたが2007年に ザマン新聞により発行された、エイジ氏のトゥデイズ・ザマンが、発行部数で追い抜いた。いくつかの、小さな新聞社の中には、イスタンブールを拠点とするミリリエットやチュムフリエットの、ような人気の発行者も含まれる。イスタンブールでのラジオ放送の開始は1927年に、遡り、最初のラジオ電波の送信は、エミノニュエ・マナニョの中央郵便局の上から行われた。 あとの、数十年間で設立された他のラジオ局と先の、放送の管理は、最終的には、国営のトルコ国営放送のもとになり、1964年の、設立から1990年まで、ラジオやテレビの放送を独占していた。今日、TRT は4局の国営ラジオ局を、運営しこれらの放送局は、トルコの人口の90%以上をカバー。 できるように全国に送信書を持っている。ラジオには唯一イスタンブールに拠点を置いており、教育番組からスポーツ競技の放送までをカバーし、トルコでは最もポピュラーなラジオ局である。イスタンブールのラジオ放送はトルコでは一番賑やかで、主にトルコ語や英語の番組内容を特徴としている。両方の内容を放送するケウナ放送局には、アチクラジオがある。 トルコでは、初の民放ラジオ局で、初の海外音楽を特徴とする1992年に、設立されたメトロ FM も含まれる。国営のラジオ3は、アンカラを拠点とするが、英語のポップスを特徴とし、NNTV ラジオは、英語のニュース番組を放送している。TRT チルドレンは TR、TRT のテレビ局で唯一、イスタンブールを拠点としている。 それにもかかわらず、イスタンブールにはいくつものトルコの放送局や国際的な報道機関の拠点が置かれている。イスタンブールを拠点とするトルコスターテレビは TRT のテレビ放送の独占が終わった後に初めて設立された民放局である。スターテレビと同じくイスタンブールを拠点とする小テレビは 全国的に人気が高いままで、トルコやアメリカのシリーズものの番組を放送している。サマンオルテレビ、カナル D、トルコエ TV や、他のイスタンブールのテレビ局は、ニュース番組や、シリーズ番組の混成で放送される。トルコネヌ TV とスカイタークも、イスタンブールを拠点とするが、主に、トルコを、視聴範囲としたニュースを放送している。BBC は、 イスタンブールに地域事務所を置き、トルコ語ニュースの運営を援助しているのに対し、アメリカのニュース専門チャンネル CNN は1999年に、トルコ語放送の CNN トルコを1999年に設立した。ビジネスとエンターテイメントのチャンネルである CNBCE もイスタンブールを拠点とし、2000年から放送を開始した。 イスタンブール大学の入り口。市内では、トルコの最古の教育機関イスタンブール大学は1453年に創設された、市内にある最古のトルコの教育機関である。元はマドラサで、大学には、法律、医学、科学部門が19世紀に創設され、トルコ共和国が建国されてからは、宗教から分離された。 イスタンブール硬科大学は1773年にオスマン帝国海軍の技術学校として創設されたのが起源で硬科に特化した大学としては世界で3番目に古い大学である。これらの公立大学は市内にある8つのうちの2つで他の有名なイスタンブールの国立大学には見回る水難芸術大学が含まれ1970年代まで トルコで最も重要な芸術に関する機関で、マルマラ大学はトルコでは3番目に大きな高等教育機関である。イスタンブール文化大学は2010年に創設された1番新しい公立大学で11の学部を通して2年間の学位取得過程を提供している。イスタンブールの著名な大学には政府の支援があるが、市内には 多くの著名な私立の機関もある。最初の近代的な私立大学として、ロバート・カレッジは1863年に、アメリカからの団体により設立された。高等教育部門は1971年に、ボアズ・イチ大学に移行され、残りの部門は、アルナウト・キョヤーニ・ボート・クウィーニ・ロバート・カレッジの名の下全寮制学校として残った。 私立大学はトルコでは公式には1982年のトルコの憲法により非合法となったが1970年当時イスタンブールにあった15の高校は事実上の大学であった。イスタンブールで1982年以来最初の私立大学が設立されたのは1992年のコチ大学で他に数十の大学が10年の間に開学している。 今日、市内には少なくとも30の私立大学があり、イスタンブール商科大学やカビルハス大学も含まれる。ボアズイッチ大学は、アメリカの寄宿学校であった、ロバート・カレッジの高等教育部門が移行したのが、始まり。2007年には、約4350の学校があるが、そのうちの半数は小学校で、各校平均688人の生徒が、在籍する。 近年では、イスタンブールの教育システムは大幅に拡大してきており、2000年から2007年にかけて、学級数や教師の数は倍近くに、生徒の数は60%以上増加している。ガラタサライ高校は1481年に、ガラタ宮殿帝国学校として設立された、イスタンブールでは、最古の高校で、市内でも2番目に古い教育機関である。 この学校は、バヤジと2世の命により建てられ、さらなる帝国の成長を強化するための手段として、多様な背景を持つ学生を教育しようとした。トルコのアナトリアン高校の一つで、外国語での教育に重点を置く、エリート公立高校である。ガラタサライは例えば、フランス語で教育が行われ、他のアナトリアン高校はトルコ語と並んで、英語やドイツ語で、 主に授業を行っている。市内にはまた、リセオイタリアーノなど、外国の高校もあり、外国人を教育するために19世紀に設立された。イスタンブールの他のいくつかの高校は独自の教育や入学条件を特徴としている。クレリ軍事高校は、ボスポラス海峡の岸に沿ったチェンギャル教位にあり、トルコ海軍高校は、プリンシズ諸島のヘーベリー島にあり、 これらは、軍の高校で、トルコ空軍士官学校やトルコ軍士官学校、トルコ海軍士官学校などを保管するものである。他の重要な高校には、ダルシュファカ高校があり、少なくとも、一方の親がいない全国の子供に、無料で教育を行っている。ダルシュファカでは、第4学年で英語の授業が始まり、第6学年で、第2外国語である、ドイツ語と、 フランス語の授業が始まる。他の市内の有名な高校には1908年に設立されたカブタシュエルケクリセや1955年に設立されたカディキョやアナドルリセが知られている。シラフタラガ発電所は現在は美術館で1914年から1952年の間はイスタンブールの唯一の電力源イスタンブールの最初の水道システムは 町の歴史の初期に遡りバレンス水道橋のような水道橋により水は当時外の多くの貯水池に蓄えられていた。スレーマニッセイの命令により、キクチシュメクルクセズム水道網が1563年までに建設され、この水道網は毎日4200立方メートルの水を158カ所に送水していた。後には、公の要求によって、 多くの水源からアフメト三世の泉のような公共の泉へ導管を使い送水された。今日のイスタンブールでの塩素処理やろ過した水道水の供給や下水処理のシステムはイスタンブール上下水道局により管理されている。シラフタラガ発電所シロヘタロガは金閣湾沿いの火力発電所で 最初の機関室が完成した1914年から1952年まで、イスタンブールの唯一の電力源であった。トルコ共和国建国後は、都市の電力需要の増加に対応し、発電所は、幾度も、施設の改装を受け、1923年の23メガワットから1956年には、ピークの120メガワットに容量が増加した。発電所の容量は、 次第に減少し、経済的な理由により1983年に閉鎖された。発電と送電を独占する国営のトルコ、電力庁が1970年から1984年の間設立されていたが、現在ではトルコ発電送電会社とトルコ配電会社に分けられ、完全な民営の電力公益事業者である。1909年に遡る。 現在のイスタンブールの中央郵便局オスマンの郵便電信省は1840年に創設され最初の郵便局である帝国の郵便局は家にもすくの中庭近くに開局した。1876年には最初の国際郵便網がイスタンブールと広大なオスマン帝国の領地を越えた間に開設された。 皇帝アブデュールメジト一世は1847年にサミュエル・モールスに最初の公式な特許を授与し最初の電信線がイスタンブールとエディルネの間に建設され1856年のクリミア戦争終戦の通知までには完成している初期の電話回線はイスタンブールでは1881年頃に出始め後に 最初の手動の電話交換機が1909年にイスタンブールで運用が始まり郵便、電信省は郵便、電信電話省になった。イスタンブールの通信インフラはその後大幅に発達している。GSM の携帯電話網がトルコに到達したのは1994年のことでイスタンブールは最初にサービスが提供された都市のうちの一つであった。今日 携帯電話と固定電話のサービスは、1995年に、郵便、電信電話省から、トルコテレコムが分離されて2005年に民営化されて、以降いくつかの民間事業者により提供されている。郵便事業は、今も、郵便、電信機構の管理下で国営として残っており、PTT の頭文字は、保っている。2000年には、イスタンブールには137の病院があり、 そのうちの100は私立の病院であった。トルコの国民は国営の病院で医療助成が受けることができる。公立病院は混雑しているか遅い状態で、私立の病院は余裕がある人には適している。私立の病院はここ10年ほどで顕著に増加し、外来患者の私立病院の利用割合も2005年と2009年を、 比較すると6%から23%に増加している。多くの私立の病院や一部の公立病院は、ハイテク設備を備え MRI も含みまた、医療研究センターと関連付けられている。トルコは、他の国よりもより多くのアメリカを基盤とする、医療施設認定合同機構の認定を受けた病院があり、ほとんどは大都市に集中している。 特に私立病院の高い質の医療は急増する。トルコへの医療観光に貢献し、2007年から2008年に40%増加した。レーザー眼科手術は特に医療観光の患者の間で広まっており、トルコは手続きで特化していることで知られている。ファーティフ・スルタ・メフメト教はボスポラス海峡にかかる。 吊り橋の一つイスタンブールの主要な自動車道路には、音ヨル1号線、音ヨル2号線、音ヨル3号線、音ヨル4号線がある。O-1 は、街の内側の環状道路を構成し、ボスポラス橋を渡っており、O-2 は、街の外側の環状道路で、ファーティフスルタンメフメト橋を通っている。O-2 は、エディルネに続いており、O-4 は、 東側のアンカラへと続いている。O-2、O-3、O-4 はつながりあって、ポルトガルからトルコ、イラン国境までの欧州自動車同時 E80 号線の一部を構成している。二つのボスポラス海峡に架か,かる橋は、トルコのアジア側とヨーロッパ側を結び、二つの橋で毎日40万台もの自動車交通を扱っている。 14.6km の2本で構成された、アブラシャトンネルがクムカピクンキャップ、ファティヒファティとセリミエ、セレミ、ユスキュダルウスクーダル間のボスポラス海峡の下で、現在建設中である。第3ボスポラス橋は1990年代初期に、最初に構想されたが、最終的に実現可能であるということで、プロジェクトが2012年に正式に着手された。 これらの新たなトンネルと橋の計画は2015年には完成の見込みである。イスタンブールの近代的なトラム。1872年に登場した馬車軌道からの長い道程がある。イスタンブールの公共交通網は路面電車、ケーブルカー、地下鉄路線、路線バス、バスラピッドトランジット、フェリーなど複合的なシステムで構成されている。 交通機関の運賃は2010年に導入された IC カードシステムであるイスタンブールカルトか以前からの電子チケットデバイスであるアクビルに統合され利用されている。イスタンブールの市電は馬車軌道であった1872年に遡るが1960年代には最初の電化された市電は廃止されている。イスタンブール市電 チュネル会社が運行する市電は1990年代には徐々に復活し、イスタンブールノスタルジックトラムや速いトラム路線が導入され、現在では毎日26万5000人を運んでいる。チュネルチューニルは1875年に開業し、世界ではロンドンのメトロポリタン鉄道に次いで2番目に古い地下式鉄道である。この路線は現在でもカラキョイト、 イスティクラル通りの急な573メートルの路線を運行しており、よりモダンなケーブル鉄道がタクシム広場とカラキョイの間を2006年から走り始めた。イスタンブール地下鉄は5つの路線で構成され、4路線が建設中である。イスタンブールの両側の地下鉄は、最終的にボスポラス海峡の下を通るマルマライの、 海底トンネルにより結ばれ、トラキア側とアナトリア側では、史上初となる鉄道による接続が2013年に完了した。計画の完了後には、イスタンブールの鉄道のシェアは、現在の3.6%から27.7%に増加すると予想され、これは唯一、東京やニューヨークに続くものである。それまでは、路線バスが、 市内両サイドの毎日220万人の輸送を担う。メトロバスはバスの高速輸送網を構成し、ボスポラス橋を横切り専用の車線により目的地まで達している。イスタンブールシーバスは旅客船とカーフェリーを組み合わせボスポラス海峡の両岸やさらには北部や国海などを結ぶ航路を運行している。井戸はマ,ルマラ海周辺にも就航地があり、 自治体が運営するフェリー運行事業者としては世界最大である。イスタンブールのクルーズ船のターミナルはカラキョイにあるイスタンブール港で1時間に1万人の旅客を扱う要領がある。イスタンブールにやってくるほとんどの人たちは空路だが約50万人の外国人観光客はカイロによりがえへやってくる。シルケジ駅イスタンブールで 国際間の鉄道が開業したのは1889年のことで、ブカレストとシルケジ駅の間で、シルケジ駅はついには、パリからのオリエント急行の東のターミナル駅として有名になった。ブカレストやテッサロニキからの定期列車の運行は2010年、初めまで続けられ、前車は、マルマライの工事により中断され、後車は、ギリシャ債務危機の影響による、 1908年にハイダールパシャ駅が開業した後はバグダード鉄道の西のターミナルやヒジャーズ鉄道の延伸に使われた。今日ではどちらの路線もイスタンブールからの直接の運行はない。アンカラやトルコを横断した他の地点への運行は通常トルコ国鉄により行われているがマルマライやイスタンブールアンカラ高速線の建設工事のため 2012年2月から一時的に閉鎖されている。マルマライは2013年10月29日に正式に開業し列車の運行が開始された。民間のバス会社は鉄道網によって提供されるサービスを超えて代わりによりうまく運営されている。イスタンブールの主要バスターミナルはヨーロッパ最大で 毎日1万5000台のバスと60万人の旅客を扱いトルコ国内や近隣国をはじめ遠くはフランクフルトまで運行されている。2011年には3740万人の旅客を扱ったアタチュルク国際空港。長い間イスタンブールのハブ空港であったイスタンブールは以下の都市と姉妹都市の関係にある。ありがとうございます。